コ最高エイコ最高エイコ最高パーエイコ最高エイコ最高エイコ最高エイコ GO。 どうも皆さんこんにちは、始まりましたエイコ GO ということで、今日もですねエイコに向かって GO していきたいと思います。お願いします。さあ本日は何をしますか。はい、カノさん、はい、なんか聞こえませんか。グツグツ言ってますね。何かを食させようとしてますね。今お湯を沸かしてますが、はい、カップラーメン。あー、はい、カノさん食べます。いや、めちゃめちゃ食いますけど、はい、結局なんかその自分の好きなやつに寄っちゃってますね。カノさんなんかやっぱりそういうタイプで、はい、決まったものをいっちゃうんじゃないかっていうことで、そうですそうです。ちょっとですねサイトをいろいろと見てたんですけど、はい、今回マイベストっていうサイトに、はい、カップラーメンおすすめ人気ランキングみたいなおすすめのランキングが載ってたんですよ。なるほど、はい、その中からいくつか用意しましたんで、これをまずは見てください、はい、うわー、食べたことないんですけど。あ、ないですか。でも現地ではありますよ。はい、はい、はいはい、佐野ラーメン、こちら佐野ラーメンなんかは、はい、もちろん、地元佐野で食べたことありますし、我々旅行行った時もサービスエリアで食べ、はい、ありましたよね、佐野ラーメン、はい、一風堂なんかも東京にも何店舗かもちろんありますんで、はい、こちらも食べたことあります。行列してるイメージありますよね、はい、ただこの凄麺の信州味噌、はい、何これ、焼津って言うんですか。焼津、焼津、はい、静岡か、はい、静岡焼津、こちらは初めてでございますね。カツオ風味ってことですね。まああんま僕もだから冒険しないタイプなんで、はい、ちょっと、いやまあ確かにランキングで上位ということは間違いないとは思いますけども。で、ね、でバリエーションも味噌、豚骨、はい、醤油、あとカツオ。ああ、はい、ありがとうございます、はい、考えていただいてるのちょっとなんでちょっとずつ、まあ、4つ全部食べるのは大変なんで、はい、ちょっとずつ食べてみましょうので、はい、最初どれ行きたいですか。まずは、はい、あっさり佐野から、悩むな佐野行きますかね、はい、さあ佐野ラーメン出来上がりました。開けます。うわ、いい香りだ。いいね、こういう透明の綺麗なスープの透き通った感じ。あの佐野ラーメンってこう喜多方ラーメンの麺っぽい感じの、この平打ちのね、はい、ちょっと通じるもありますね。そうなんですよね。でこのあっさり醤油みたいなところは、はい、いただきます。すごいなって思うのがこのカップラーメンなのっていうぐらいのこの麺のもちもち感ね、うん、すごいよこれ本当に。そうですよね、さっきまでカラッカラだったやつが、本当に茹でたての本当にお店の麺みたいな感じですよ。うんうんうん、やっぱあのこのコクのある醤油味、これがもうやっぱりラーメンの元祖でしょ。だからこのなんか佐野ラーメンの僕のイメージはやっぱりこのあっさり醤油、やっぱこのなんか佐野ってつくとやっぱこの佐野厄除け大使のなんか恩恵をこうなんかあるようななんかちょっとありがたみのあるなんかラーメンな気がして、なんかイメージ食べるとなんかこう運気上がるんじゃないかなみたいな感じもあります。うん、やっぱりこの佐野ラーメンといえばこのツルツルもちもち、この麺がだからだいぶ再現されてるなって感じですね。で程よいこの油加減ね、うん、続いていきますか。いきましょう。ちょっと全部食べたくなるけど4つありますからね、やめとこう、はい、さあ続いてこちら焼津のカツオラーメン。うお、開けた瞬間のすごいな。最後に鰹節入れてますからね。なるほど、それが来てんのか。あ、うまそう。意外と佐野ラーメンに比べて麺はだいぶ細い感じですね。
きます。うん。あ、うまい。どんなこれ。すごいな、カツオの出汁これ。こっちまで匂いきますからね。いや、マジですごいっすよ。カツオ節がガツンとくるって、ね、ただの出汁じゃなく、カツオ節がもうメインとなって、ガンガン入ってくるよ。うん、うめえ。カツオ出汁なのに濃厚。カツオ濃厚。あー、うめえ。ガツンとくるカツオですね。食べ応えのあるラーメン。すげえ。なんかほら、もっとガツンとくるラーメンって例えば豚骨とかね、そういうやっぱイメージがでかいけど、このカツオの焼津のこのラーメンはすごいね。いや、食べちゃうな。ほんとって。まだありますよ。鼻に抜けてくこのカツオ節の出汁のね、この香りもいいですね。香りもうまいみたいな。さあ続いて、凄麺さんの信州味噌。僕はもう味噌ラーメン大好きですから。お結構味噌選びますよね。俺味噌っすね。やっぱりそれ東北っていうのもありますかね。多分そうだと思いますね。東北出身ってこともあり、やっぱ仙台味噌を使ったラーメンが結構多かったですもんね。やっぱ体温まるイメージもありますしね、はい、でやっぱ仙台だと辛味噌なんてのもありますから。あー、はい、ちょっとスープからいかしてください、はい、うわー、すげー、スタミナ系ですね。あー、あ、うまい。味噌ももちろんですけど、野菜のうまさ、甘みもしっかり感じますね。しっかりスープ絡んできますね。あ、これもう若い時だったらもうこれおかずにご飯いってんじゃないですか。あ、そういうことですね。あ、味噌のうまさ甘さの後に後半辛みもくるんで、どんどんなんか癖になるうまさ、一口食べて二口ずつどんどんいきたくなる。今までのこの二つに比べたら、なんか野菜もありで、あのね、お肉もあり、野菜のシャキシャキ、お肉のジューシー、麺のツルツル、スープの深み、なんかね、いろいろとこう詰まってる感じがしますね。うんうんうん、仙台だと、地元仙台だと仙台辛味噌っていうのがあるんですけど、はい、辛味噌ラーメン。それ意外と辛さもうまさもこうちょうど来るんですよ。同じタイミングでというか味わい。信州味噌はすごい後半辛みがきますね、じわーっと。だ、一口食べて飲み込んでもなんかまだこの信州味噌ラーメンをずっとなんか楽しめる感じ、長く楽しめる感じ。うん、お見事でございます。ああ、いいですね。もうこれはいつもだからカップラーメンで食べるの初めてですね、一風堂さん。僕は正直生まれて初めて18歳の頃豚骨ラーメン食べて、まずっと思いました。ああ、もう匂いとかでやれちゃいますもんね。体が東北人慣れてなくて、ただ食べ始めたらもうこんなうまいものないっていうぐらい一番豚骨が好きです。この細麺いいなぁ。いただきます。
さすが一風堂さんですね。本当にあの豚骨、博多豚骨、さらに何だろう、このマー油感で味付けして、でこの細麺だからこそ、なんていうのかな、早く食べたいっていうのもあるし、細麺だからこそ、なんだろう、時間置けば置くほどどんどん伸びちゃうだろうなっていう、なんかこのなんていうか、あ、ちょっと焦りもあってか、どんどんすすりたいすすりたいになっていくんですよ。うまいものはうまいうちに一風堂マジで、さすがやっぱ一風堂さん、他のやっぱね、一風堂という看板も背負ってか、チャーシューもしっかり分厚いの来てますから、これもしっかりとスープをどっぷりつけていただきます。うまい。この一風堂のチャーシューは赤身でいいんですよ。なぜならもうスープがしっかりこってり感出してくれてるから。お店の名前でラーメン出すってことはやっぱり再現度みたいなこともテーマになりますよね。めちゃくちゃありますよ。うちもあの地元仙台のラーメン屋さんも結構かなりカップラーメン出てるんですけど、加納が便利軒って地元でやってる番組でいろいろロケ行きますけど、かなりあの回避するらしいです、少しでも近づける。もしそのラーメンがまずいとそのお店自体が伝っちゃうから。さすが博多ラーメンうまいっすね。で一風堂さんもだって俺、僕が東京に来たもう20年前ぐらいからもうずっと一風堂さんやってて、ずっと最先端行ってますから間違いないっすよ。あうますぎた。はい、加納さん、はい、4つラーメン食べていただきましたけども、はい、どうでしたか？いや、全部うまいっすね。ほんと全部にはやっぱ衝撃、感動を受けましたし、もうラーメンはやっぱアート、ほんと作品だなってやっぱ思いますね。相当考えに考えられて、この一個の器の中でどんだけのエンターテインメント出すかですから。芸術だと。芸術です。どれも素晴らしい作品でございました中でも、はい、一応まあ動画のまとめとして、はいはい、加納さんの一押し、はい、4つの中から1つ選んでもらえればと思います。ですね、もちろん全部うまかったんですけど、僕の中で、じゃあ今回僕の体調もありますけど、その中でナンバーワンを決めるとしたら、もちろん一風堂さんうまいです。もちろん看板もな、お店も何度も行ってます。ただ今回それを外してですね、焼津の、カツオラーメンにさせてください。おめでとうございます。やっぱね、開けた瞬間から来るこのカツオの出汁が腹ペコの状態をより食欲誘う、すっごいいい香りなんですよね。で、わかんないですけど、僕家だったら追いカツオ節して、あー、なるほどなるほど、もっとがっちりいっちゃっても楽しめるのかなと思いまして、やっぱ家で食べるこのラーメンとして、なんかそういう遊び心もなんか可能性も感じられて、すごい良かったなと思います。あっさり好きな人でも、がっつりこってり好きな人でも、大好きなラーメン一杯だったんじゃないかなと思います。さあ、ということで今回まあこの4作品でしたけど、そうですね、で、我々これ手に入れるのにコンビニとかスーパーとか何軒か回ったら手に入ったんで、なるほど、はい、じゃあ近くのね、スーパーコンビニに置いてありますので、ぜひ皆さん食べてみてください。もしてなんかこんなアレンジの仕方美味しいよなってこともあったらコメントの方に、書き込みよろしくお願いいたします。本日はここまででございます。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。ごちそうさまでした。最後まで見てくれてありがとう、気持ち溢れてる。チャンネル登録、いいねボタン押してくれたらなお感謝。